バカだった。考えてみりゃそうだ。今さら遅いけど調子に乗りすぎた。利根川に勝ったところでやめるべきだった。やめておけば2000万を得て悠々生還なのに、限度を知らずに突っ込むから、結局この悲惨。耳はともかく、指はくっつくかどうか、仮についてもまともに動くかどうか。カイジさん、あまりに気づくのが遅すぎたよ。今さらどうにも。勝てた。俺は勝てた。勝てる勝負だった。はぁ？兵道には隙があった。なぜそこをつけなかったのか。ちょっと、隙って一体。兵道は、くじに印をつけてたんだぞ。ってことは、当然一回目に引くこともできた。しかし、あえてそれをしないで、一度俺に引く権利を与えた。これが隙でなくてなんだ。明らかな緩み。だから、あの時もっとよく考えればよかった。仕込んだくじが見つからない時、なぜそれを兵道が始末した可能性を考えなかったのか。そこに考えが至れば、丸められたくじを見つけることができたかもしれない。さらに、二人でくじを入れようと言った兵道の言動から、折り目という兵道がつけた当たりの刻印に考えが届いたかもしれない。そうなれば俺の勝ち。